はようございます。6月6日月曜日の東京インフォメーションです。東京都はサイバーセキュリティ対策に取り組む中小企業の人材育成、社内体制整備を支援する事業の応募受付を始めました。中小企業サイバーセキュリティ対策継続支援事業は、中小企業が社内でサイバーセキュリティ対策の中核を担う人材の育成支援に向けたセミナー、ワークショップや課題解決を実践的にサポートする専門家を派遣する事業です。支援期間はおよそ7ヶ月で、期間中セミナーとワークショップはそれぞれ全10回、専門家派遣は1社につき4回行われます。募集企業は30社で、ものづくり枠、サービス枠、それぞれ15社です。参加を希望する人は、中小企業サイバーセキュリティ対策継続支援事業のホームページから今月24日金曜日までにお申し込みください。参加費は無料です。詳しくはホームページをご覧ください。また事業の受付開始に合わせて、事業の特徴や支援内容などを案内する事業説明会が今月10日金曜日と14日火曜日、16日木曜日にオンラインにより開催されます。定員は各回先着100人で、参加費は無料です。参加を希望する人はホームページ内にある申し込みフォームからお申し込みください。締め切りは各開催日の前日までですが、定員に達した時点で締め切りになります。詳しくはホームページをご覧ください。犬や猫の迷子対策として、今月から犬や猫へのマイクロチップ装着制度が始まっています。ペットにお家を訪ねても、わからにゃい、困ったわ。でも大丈夫、マイクロチップが知っています。ペットの身元不明を1頭でも減らすため、犬猫へのマイクロチップ装着が制度化、令和4年6月から始まります。今月から施行されている犬や猫へのマイクロチップ装着制度では、ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、取得した犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。犬や猫を飼っている飼い主の皆さんへは、犬や猫へのマイクロチップ装着は努力義務となり、マイクロチップを犬や猫に装着した場合、30日以内に飼い主情報を登録することが義務となっています。今月以降にペットショップなどから購入した犬や猫には必ずマイクロチップが装着されていますので、お店の情報から自身の情報に変更する変更登録が必要になります。マイクロチップの装着方法や飼い主情報の登録・届け出方法など、詳しくは東京都マイクロチップで検索して、福祉保健局のホームページをご覧ください。都は東京産農林水産物や島嶼地域の農林水産物を食材として積極的に活用している飲食店を募集しています。東京産の農林水産物を食材として積極的に活用している飲食店は、東京特産食材使用店として登録し、ガイドブックなどで PR しています。登録には、東京の農林水産物を年間を通じて使用し、その情報を積極的にお客などに提供していること、都の食育や地産地消推進活動に協力することなどが必要です。登録を希望する場合は、産業労働局農林水産部食料安全課まで郵送またはメールで今月30日木曜日必着でお申し込みください。島嶼地域の農林水産物を食材として積極的に活用している飲食店は、東京しまじま食材使用店として登録し、ガイドブックなどで PR しています。登録には、島嶼産農林水産物を年間を通じて使用し、島の特徴的な料理や創作した料理を提供していることなどが必要です。登録を希望する場合は、都の各市町産業課に郵送または持参で、あるいは産業労働局農林水産部食料安全課にメールで、
今月30日木曜日必着でお申し込みください。詳しくは産業労働局農林水産部のホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。